あなたの希望金額と投資形態をお願いします。200万円で投資でお願いいたします。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞ。失礼いたします。よろしくお願いします。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。ではまずあなたのご経歴をどうぞ。はい、鈴木奈穂、37歳、愛知県から参りました。最終学歴は准看護師専門学校で、現在はハンドメイド作家をしております。あなたの希望金額と投資形態をお願いします。200万円で投資でお願いいたします。ではあなたが思い描く未来の姿は。便利さを追求した通学用品のブランドを作り、全国の小学生が安全で快適に通学できる未来を作りたいです。ではオールアナセン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。で今日ですね、希望金額は200万円なので、前回から決めた通り、10分の1ルールということですので、一束10万円で、途中でも積んでいただければ結構かと思います。よろしくお願いします。じゃあ、改めてご経歴の方をもう少し詳しく教えていただいてもいいですか。はい、中学校の時に早く自立したいと思いまして、卒業後はまず病院に就職いたしました。で同時に准看護師専門学校に入学いたしまして、働きながら学費を払って通学いたしました。17歳で卒業して、でその後はちょっと家を出ることになりまして、そこからは一人で大阪や東京を転々といたしました。職歴といたしましては、カフェや飲食、居酒屋などの飲食店の他に、パティシエとヨガのインストラクター、あと看護師がございます。で26歳の時にちょっと夢に一区切りついたので、そろそろ結婚したいなと思いまして、で地元に戻って結婚いたしました。で結婚後看護師のパートをしてたんですけれども、引っ越しなどのきっかけで辞めて、今はハンドメイド作家をしております。今回の事業プランについて教えてください。今現在販売している移動ポケットという商品があるんですけれども、そちらをまず結構売れていて、自分で作り切ることができなくなってきたので、OEM で生産して、また新しい今度はランドセルカバーという商品を商品化していきたいということになります。はい、実物をもう今日お持ちいただいているので、まずはそれを見ていただくことから始めましょうか。はい、ね、はい、お願いします。お、この投資はのリターンは面白いですね。はい、思いました。今までにないいい感じ。これ出すかは分かんないけど、いい条件です。学習塾業界の虎、正統後継者、株式会社エーバー代表林直弘、年商120億円、日本初事業しない塾武田塾の教場数は全国400校を突破。フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求める。出すかは分かんないけど、いい条件です。林さん、じゃあせっかくなんで視聴者の方に分かるように。そうですね、はい、投資していただいた額まで利益の 100% をお支払いしますが、これ第一段階で、第二段階で投資していただいた金額の3倍になるまで利益の 50% をお支払いします。で第三段階が、その後5年間利益の 5% をお支払いします。リターン額は出資いただいた人数ではあります。パーセントは一例であり変更可能です。ご相談させてください。万が一事業がうまくいかなかった場合も200万円の返済を約束します。すごいじゃん。だから視聴者の皆さんに分かりやすく言いますと、まず分かんないですよ、僕のこれ読んだってことは、200万円投資します。ほんでまず初めに出た利益の200万をまずご自身が取らずに、まず全額返済するってことですよね。初め200万、すごいじゃん。なのに失敗してもまた帰ってくるんでしょ。絶対帰ってくるじゃないですか、ね、どっちみち。本当、まあ、あれですね、鈴木さんが自己破産されない限りは大丈夫だということで、いいのっていう。この条件すごいじゃんね。
なんかまだ何も聞いてないけど起きそうになるよね。ビジネス関係ないっていう、ね、全然いいよっていう。これすごい歴史上すごいいいんじゃないですか。あのもちろん何のアドバイスもしてなくて、あの、まあ、彼女はあの、ご自身も結婚されてて、一応生活はできるわけじゃないですか。なので多分これ初めてだと思うんですけど、最初から出た利益が全部 100% そちらにっていうふうに言うのは多分初だと思うんですね。ですね、はい、だからこれもまあ誠意を感じますよね。うん、はい、じゃあ僕は逆に危機の方が強いですね。僕も心配です。ちゃんと考えられてますか。そんなことないっしょ、だって誠実じゃんそんな。いや、大盤振る舞いですねっていうのは完全に共感なんですけど、それだとそのどうやって2回目作るのかなとか、2回目を作るコストとかも差し引いた上での利益のことをお話しされてるのかなとか、その辺はどうですか。多分何も考えてないのがこの数字に出ちゃってるなっていうのがパッと見た感じで僕は思いましたね。ごめんなさい、あの次のあのそういう OEM の費用をお抜いた額でした。ごめんなさい。あ、そういうことですね。はい、人件費とかは含めないんですけれども、まずその次の材料費というかそういう発注料は抜いた金額で、全てまずあの投資いただいた金額をお返ししたいという。なのでそのあたりも僕も確認しようと思ったのが、製造原価がどこまでの話が入ってるかなんですけどね。すみません、ちょっと現物が前に出たのに質問させてもらって申し訳ないですけど、あのプランにある製造原価っていうのがどこまでの材料費とで、まあ、人件費とかでもどこまでのことを製造原価って呼ばれてるかが気になりました。製造原価はあの OEM を頼むところに払うもののみです。じゃあご自身 の人件費は一切かからない。まずはい、かからないです。ってなるとちょっと逆にやっぱ不安になっちゃいますけどね。ちゃんと給料取った後の利益を 100% いただくってなったら、まあ、事業の継続性としてありかなと思うんですけど、何にも取らないって言われちゃうと、うん、なんか発展性がないような気がしますけどね。まああれですかね、でもそこね、調整相談可能って書いてあるんで、まあまあそうですね、とりあえず物を見させてもらうっていうのはいいかもしれないですね。何の目の前にあるので、何のあれか分かんないから、まあいいじゃないですか。はい、こういう誠意ある方とやっぱりやります。今宵の志願者が提案するのは高機能のランドセルカバー。驚愕のリターンに興奮を見せる虎の面々。一方でその内容に不安を抱く虎の姿も見える。何はともあれ商品を見なければ始まらない。彼女が最初におっしゃった今売れてるものっていうのがまずはこれです。どうぞ皆さんにお配りして。あ、はい、なんか岩井さんがランドセルから小袋をたくさん取り出す絵がシュールですね。なんでですか。なんでランドセル開けたの最後いつですか。僕記憶にないです、自分自身も。いやでもその小学生の時ランドセルでしたよね。そうそう、そういうレベルです、はい、それだったらやっぱり小学校6年生までじゃないですか。中学校なんてランドセル触ってないですよね。なんか大人がランドセル開けてる絵がいいなと思って。ありがとうございます。どうぞ。 ありがとうございます。今販売しているのがこの移動ポケットという商品で、保育園とか幼稚園の子から小学生の低学年の子が主に使っているものになります。で1年前からあの売り出して現在で700個ぐらい販売したんですけれども、使い方をまずあの小学生がここのウエストの部分にくっつけて、あの子供のポケットって小さいものですから、あのハンカチとかティッシュがくしゃくしゃになっちゃうので、ここであのハンカチを取り出してしまうとポンで閉まるという仕組みになっています。注文を受けるとあの多い時は月に120個ぐらいあの注文があって、私がこれを作ることで精一杯になってしまって、またこういう商品を作りたいのにあのこっちを作ってほしいっていう注文が多いので、あのこれは売れるなと思ったので OEM で生産して、でまた新しい商品を作って売れるかあの試して売れる商品をまた OEM していきたいなというあの事業プランです。これはあの女の子用なんですけど、まだあの作りきれなくて、あの4種類であの600個、まだ4種類しか出してなくて、で他にもまだまだあの移動ポケットもあと10種類ぐらい作りたいんですけど、そこまで作りきれないっていうのが現状になります。
これもまだ OEM はしてないんですね。これはまだしてないです。私が作ってるだけです。ミシンとかで。はい、そうです。だから彼女の実績としてこの、ポケットを今まで売ってきました。でこれを今まで手作りだったのを OEM にします。で新たに彼女が考えたのが今からご紹介する、どうぞ。あの荷物が入るランドセルカバーなんですけれども、子供が私小学校1年生と3年生がいるんですけど、ちょっと荷物が多くて学校に通うのが大変という話になって、で荷物を手に持ちたくない、とにかくっていう。ちょっとでかいんで、僕結局これしか無理だと思うんですけど、要はこういうことですね。はい。ランドセル の横にかけるフックで給食袋が今かかってるんですけれども、これがすごく揺れて危なくて、で過去には自転車に引っかかったりですとか、車 のトラックのタイヤに引っかかったりですとかで、見ていてとても不安だなと思ったので、どうにかして手ぶらで小学校に行かせてあげたいっていうことで、ランドセルカバーに荷物を入れられるっていう商品を作りました。これ上履きです、ちなみに。それからこれが、これ体操服？あ、こっちが体操服で、こっちプールの用意です。いや、何でも似合いますね、やっぱり。ほっといてくれ。はい、ね、だって僕がやるしかないですもんね。はい。はい、で、じゃあこれを実際つけてみましょう。で蓋に通すようになっていまして、ごめんなさい、はい、で後ろでここで止めるようになっています。であとここにも紐がついていて、こちらのこういう金具がランドセルにあると思うんですけど、ここに結んでいただくという形になります。で基本的にはランドセルカバーとして使っていただいて、でちょっと手荷物がある時に入れるっていう形なんですけれども、ここがファスナーになっていて、あ、おすごい。でこう入れて、でこれファスナーが閉まる分はこういう感じなんですけれども、荷物がいっぱいの時はこう開けていただいて、もう一個なんかに、あ、上靴で、これもこのままでいいですか、袋袋のまま。ファスナーが閉まりきらない荷物の時は中に蓋が入っていて、ここで通せば、すごいね、落ちないっていう仕組みになっています。でこれをまだ販売してないんですけど、商品が、あ、そうです、冬場は朝寒くて上着を着ていくんですけど、ここにも、帰りは暑くて脱いできちゃうことがすごく多くて、で最悪ここがいっぱいだったらここにも服は引っ掛けられますよっていう仕組みになっています。ありがとうございます。気に入ってるじゃないですか。もう何でもやるわ。いいですね、はい、ということですね。はい、だいたい説明としてはこんなんで、あと色だけ、はい、で色は1年生って黄色いランドセルカバーを市の方から配られてつけることが多いので、やっぱり安全性をという黄色と、あとは黒とか、あと意外と男の子で赤いランドセルが欲しいっていう男の子が多くて、でも親は赤いランドセルは買ってあげたくないっていう、あるので赤いランドセルカバーも作っています。今一応この5種類ですね。今は5種類、はい、5色ですね、はい、はい、今のはまだ売られてないですよね。今はまだはい、そこまで手が回ってないです。さっきのポケットみたいなのは、はい、今販売してます。700ぐらい売れて、何くらい売れてます。何で売ったんですか、それは。株式会社円代表遠藤裕樹。
手放し経営をモットーに学習塾を運営、武田塾のフランチャイジーとして動きながら自らも美容整形の術後ケア、インディバ治療など事業のフランチャイズ展開を進める。滋賀県発近江商人の精神で志願者よし、虎よし、視聴者よしのタイガーファンディングを作り上げる。何で売ったんですかそれは。それはクリーマというサイト。ああ、そういう販売いろいろ載せれるサイトってことですね。はい。これめちゃくちゃいいなと思ったんですけど、一応競合商品はあるんですね。書いていただいてるようですけど、けどその商品とどう違うんですか。子供の安心安全を守るため生み出したハンドメイド製品。競合他社に負けない優れたデザインを武器に虎へと食らいつく。次回中盤戦、事業計画をめぐり議論はさらなる白熱を見せる。変わってますね。